近年再公開されたドムスアウレアにあるミューズ像ドムスアウレアの壁画の様式はラファエロによるバチカン宮殿のスタンツェや18世紀の新古典主義に影響を与えた。ドムスアウレアはローマ帝国第5代皇帝ネロが建設した大宮殿。64年に起こったローマ大化の後にローマ市中心部に建設された広大な宮殿で、 このためネロは市民の大品宿を買うことになった。16世紀には地下の洞窟、グロッタとして知られており、その室内装飾はルネサンス美術にも大きな影響を与えた。ドムスアウレアは64年のローマ大化後にネロが建設した宮殿である。その広大な敷地は50ヘクタールとも150ヘクタールとも言われる。伝統を保持していたローマ市において、 ローマンコンクリートの造形を追求した革新的な建築物であったと評価できるが69年にこの宮殿に住んだウィテリウスは優雅でないと酷評している。宮殿の設計は建築家セウェルスと機械装置を考案したケレルによって行われた。庭園を中心に多くの建築物が複合した宮殿でその入り口には大列中廊と37メートルの 高さのネロのブロンズ像を構え、天井から花びらと香水が降り注ぐ、食堂、天空のごとく回転する、ドームなどがあり、壁や床はモザイクで覆われていた。さらに、ギリシアなどからもたらされた美術品が無数に置かれていた。しかし、ネロの死後、104年に宮殿は火災に遭い、その敷地は次々と公共建築用地に転用され、急速に消滅した。 このため、宮殿は、文献からその姿を想像することしかできず、全容についてはよくわからない。宮殿の後に建設されたものとしては、庭園にあった池の後に、ウェスパシアヌスが建設したアンフィテアトルム・フラウィウムや、その北側に造営された、ティゥス浴場とトライアヌス浴場などがある。1480年代、あるいは1493年から、 オッピウス丘陵よりトンネルを掘って内部に侵入する試みが始まり1490年代には画家たちが地下ホローから各部屋の装飾を見学するようになった宮殿跡にはここを訪れた多くの画家たちのサインが残っているこの宮殿跡は17世紀まで一般にティトゥス浴場と考えられていたがラファエロ・サンティなど一部の芸術家はこれが ネロの宮殿であることを知っていた。帝政初期のローマ建築にあって、皇帝ネロが造形に与えた影響はかなり大きい。ネロは、ローマ芸術の保護者を辞任しており、今日、皇帝浴場と呼ばれている、建築の先駆けとなるネロ浴場、そしてドムザウレアを建設した。前者についてはほとんど何もわかっていないが、後者は、 ローマ市街を焦土と化した64年の大火災の後に建設された古代妄想的な巨大宮殿である。当時ローマ市は非常に密集した状態であったにもかかわらず、エスクイリノスの丘の斜面にテラスを作り、人工地とこれを囲む庭園を見下ろす素晴らしい景観を眺めることができた。現在はトライアヌス浴場の地下に残された一部のみが残る。 八角形を半分にしたような中庭を挟んで、方形の中庭を囲む食堂などがある部分と、八角堂のある部分に分かれ、大まかな構成は、当時の海辺に建設されたビッタそのものである。内部は、大理石やモザイクを使った贅沢なもので、その装飾は、ルネサンス時代にグロデスクと呼ばれ、ラファエロ・サンティラに影響を与えた。しかし、 この建物の真に革新的な部分は、ローマンコンクリートによって構築されたボールと天井とドームが掛けられた八角型の部屋である。八角堂の形式は他に見られないが、ドムスアウレアで初めて採用されたとは考えにくいので、直接の原型があると考えられる。ドーム長部からだけでなく、これに付随する部屋への再構を確保できるような造形は、オクタビアヌスの時代から培われた。 ローマンコンクリートがあって、初めて成り立つもので、皇帝自らの邸宅に革新的な造形が採用されたことは、他の建築に新しい技術や異常をもたらす契機となった。ドムスアウレアは、今日もなお、トライアヌス浴場の遺跡及びその周辺の公園の元に渦漏れている。モによる損傷の痕跡。2007年2月。ドムスアウレアの一部で、現在まで、 比較的まとまった状態で残っているのは、トライアヌス浴場を建設する際に埋められた、東西220メートル、南北70メートル程度の部分だけである。16世紀にグロッタと呼ばれていた、この遺構のフレスコ画は、人や動物、植物などが連続する奇妙な装飾であり、ラファエロがバチュカン宮殿回廊の内装に取り入れた。これがグロッタで発見された古代美術ということで、 後に、いわゆる、グロデスク装飾と呼ばれるようになったものである。1506年には、付近の地中から、ラオコ造ン像が発見され、ミケランジェロに大きな感銘を与えた。ドムスアウレアは、第二次世界大戦後の長期間をかけた修復工事の後、1999年から一般に公開されるようになったが、大雨による被害があり2005年12月に、 再び閉鎖された。2010年3月に下以降の天井部分が約60平方メートルにわたって崩落した。今回崩れた箇所は2005年の大雨の被害により修復、補強工事のため閉鎖されていた。2019年5月、修復作業中に秘密の部屋とおぼしき小さな部屋が発見された。考古学チームは 秘密の部屋につながる穴を偶然発見したと述べており、部屋はケンタウロスやパンなどのギリシャ神話に関する上で彩られていたと語っている。同チームはこの発見は紀元60年代のローマの雰囲気を垣間見ることを可能とするものとしており、部屋はとても華やかで保存状態も非常に良好だとしている。同チームは新たに発見されたこの部屋を サーラデラスフィンジェと命名した。ありがとうございます。